はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、新泊のあの木どうなったかシリーズっていう木で、はい、1年半前ですね、この枝を学さんと下ろすと、こう鍋つるじゃなくてですね、元から学さんと落とす方法っていう、まあ、かなり、極秘の技術を公開したんですけど、それがどうなってるかっていうところですね、はい、で1年半ですのであちこち、針金も食い込んでます。針金を取って剪定して、で最後植え替えまで、はい、で植え替えで、その杉っ葉と植え替えの関係みたいな話もちょっと勉強のところ、また勉強が参考になる、はい、行いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。スムーズな今日はどちらだったスムーズな今日もあの長編になりますんで長編になるしてください。はい、というか編集の方が大変なんですよね今やヒロさん喋りすぎだって言われたばっかりですね。はい、はい、ということでまずは雑草取りですね、はい、まず一番最初雑草取りやってきます。生い茂ってますね。生い茂ってますね。でこういうのもこうただ上に抜くんじゃなくてこう揺らせながらできるだけ根をねこう引っこ抜くようにやってきますんで、これちょっとまた時間かかりますからそうです、ね、ちょっと待ちください。一回切りましょうか。はい、編集大変なんで。編集大変なんでね、すいません。はい、はい、はい、お待たせしました。はい、はい、とりあえず雑草抜き終わりまして、それではですねちょっとどうしようかな、さっき剪定しちゃいましょうか、うるさいから。はい、うん、ちょっとじゃあ先端の剪定をしますね。はい、まあいつも言うようにこういう、成長点これとかこれとかこれを切らないようにこの軸だけをこう切ると、はい、これもそうですね、ここの成長点をここ使うんでその上で軸を切る、はい、ということの繰り返しなんで、またしばらく待ちたいって、はい、この姿がどうなるか、はい、はい、ちょっとやってみたいと思います。はい、はい、ちょっと悪い。あらかた、長いやつを切りまして、一つこれですね。はい、でこれはこの枝に対して、まあ、外側出てるのでいいんですけど、うん、この内側にもここにもありますから、これをこう上に乗っけてくるような感じでこれ取っちゃいますね。はい、太ってきてもうこれ杉っ葉になっちゃってるんで、はい、気になってますし、うん、そうそう、これがね、なんでこれは取っちゃいます。これは取っちゃって、はい、そうすると大体長いのが来たんで、あとは指でですねちょっと先端つまんで玉ころネズミですね、はい、先端をこう引っ張る感じで。これは何のためでしたっけ。あ、いや、これは別にこう揃えたいためなんですけど、あ、まあ、あとはこれ取ることによってやっぱり元気のいいところ取るんで懐が少し充実してくると思いますから、はい、あ、じゃあ一緒にあれだな、ちょっとこういう言われるひもっぱって呼んでますけど、これも少し取っちゃいましょうか。はい、はい、やっぱ針金かけしやすくとか。あ、そうですね、それもありますね、うん、はい、でこういうのはやがて枯れるんで、はい、あのトヤ入った時枯れるんで、風通しよくするために、先端のこう飛び出したやつと、懐のひもっぱっていうのも、ひもっぱっていうかどうかわかんないんですけど、ゲロッパみたいな。ゲロッパみたいなね。杉っぱもそうじゃないですか。私杉っぱって言うんですけど、もしかしたら、あの、当人しか言わないかもしれないんで、杉葉とかは杉葉って言うんですよ。まあそうですね。そうそうそう。あの、文字起こしするときはそうしてます。そうですよね。杉葉にしてます。杉っぱとか言っちゃうんだけど、だから、握りっぺみたいな。握りっぺが普通かもしれないじゃないですか。握りっぺがいいのかな、握りっぺでどうでもいいか、はい、ちょっとそんな作業をしてきますんで、はい、すいません。はい、これ相当時間かかる。時間かかりますね。針金外しがかかりそうなんで、この後 ね、 そうですね、やっちゃ止めて、やっちゃ止めて、逆に動画短くなる可能性ある意外とね、カットが多すぎて。うん、大体終わりました。はい、剪定をしましてですね、もうちょっと滴れてるような枝も、はい、こんな感じで、みんなこう上向いたと思うんですね。はい、はい、これでこの後また、針金外しをちょっと針金外しちょっと見てもらえますかね。1年半でこれぐらい食い込んでますね。こんな感じ、こことかこことか食い込んでますよね。だから多分ね、外すと白いのが出ちゃうかもしれないですけど、まだいずれにしても外さないといけないんで、はい、針金外して、あとはこういうのを全部どうなってるか、どうなってるかですね。前曲げた時に、あ、ここ割れたんですよね。ここが枯れてたんですよね、こっちが。ここだけで繋がってたんですね。
本当だ、枯れてますね。まあ内側が生きてるから、ここはもともとなかったんで、隅じゃここだけ裂けたってことなんですよね。枯れはしなそうですね。うん、まあここはもともとね、こっちはなかったんですからね。なかったかな、うんうん、なかったって考えると、あれ、あ、そうそうそう、だからね、これをもう一回説明すると、ここがばっくりいきました、はい、でこの枝全部枯れたらどうだ、あ、やばいねって話をしたら、これは大丈夫でした。はい、それから、ここですね、まあ、ていうかこの枝ですね、ここに保険を取っといたんですね、うん、もしこれがダメだった場合に、で保険を取っといたんですけど、まあ、浜野会長でいらないって言われて、うん、取っちゃえよって言うんで取っちゃって、だけどこれは大丈夫でしたということなんで、ここ先に外してみますか。これを外して、そのついでに針金もちょっと外していっちゃいますね、はい、うん、こういう、ここはだからなでかくなるの分かると思うんですよね、ぐるーんとね、はい、横に出てから下行くような、これを元からこう折ったっていう、うん、それがどうなってるかで、おそらくアルミ製も入ってるんで、その跡が出てですね、少しへこんじゃってると思います、おそらく。先日幹負けた時のやり方と同じですね。あ、そうですね、そうですね、はい、さあ、じゃあ鉄棒を外します。外しましたどうでもいい話、導線もね、1年半経ってるとやっぱ硬くなってますね、うん、うん、はい、これと、えいえい、この時期はちょっと気をつけないと皮むけるんでね、切った方がいいと思いますね、針金は。ここがね、やっぱりこのアルミ線じゃない、導線がこう入っちゃってるんで、ここが抵抗になっちゃうんですよね、うん、どうしても取って抜けなくなっちゃう、うん、抜けなくなっちゃうっていうか、これがあるから、ビチッとつけたいんだけど、うん、この分浮いちゃうと、そうそうそう、その分がね、浮いちゃうっていうということで、針金外し終わりました。はい、さあ、いよいよじゃあここのラフィアですね、抜いていきたいと思うんですけれど、ちょっともうすでにすごいことになってそうな感じがあります、うん、ここ、針金が食い込んでちょっと膨らんじゃってる可能性があるんで、ちょっと上の方からこっちの方から取っていくか、アルミ線の脇をこうピンセット入れておくと取りやすいですね。はい、これか、アルミ線、うん、そこ、はい、そこは食い込んで多分なんか膨らんじゃってる感じしますね。はい、こんな風にすると取りやすいです。1年半ですからね、もうね、うん、じゃあアルミ線をひっぺがしてみましょうか。もう1個かな、お、もう1個かな、ほら、よし、うわ、なんかでも大丈夫ですか。あとは残ってなさそうな、大体へこんでね、周りがこう膨らむんですよね。うん、おう、あれ、こんなの膨らんでませんか。お、やっぱ折れてる。あ、大丈夫かな、うん、ここね、これ結構この感じってかっこいい写真撮れるやつですよね違います、ちょっとかっこいいですよ、真剣にやってる。最近なんかお腹がね、動画で自分でちょっと出てきたなと、うん、出てるなっていうのが嫌ですよね、なんかそう、そう見ちゃうんだけど、自分出てると見ちゃうんだけど、うん、だけどなんかあーって思うところありますよね。そうそうそう、ダブついてるなっていうのがね、そうそうそう、もしね、コメント欄でそういうそのこと指摘とかされたら、ね、気にしちゃうしね、気にしちゃいますよね。これね、ひどいのあったですね、Qさんの、なんか、なんだっけ、なんかの、私のあれかな、赤松かな、なんかの回で、キュウさんなんか鼻につきますね、とそう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 ひどいっすよね、あれね、ひどいっすよね、私のチャンネルなんだよって、そう、なんでですか、嫌なら見ないでくれよと思う、鼻につきますねって、どういうことって、分かってる、質問とかでもね、ね、だってヒューマさんだって目上の人間だけど、いやいやいや、やっぱちょっとツッコミでないと成り立たないじゃないですか、うん、そう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 、これ、心を鬼にして言ってた、こっちは。なんの生産性もない、単なるなんかこう、いじめ言葉ですよね、悪口ですよね、鼻につきますねっていうこともない。ああしてほしいとか、こうしてほしいとかって言うんだろうね、わかるけど、うん、提案じゃないですね、うん、何にも意味もない、かわいそう、かわいそう、独身だし、独身だしね、ちょっと20万円なくしたし、あ、20万円、20万円なくしたんですよ、最近20万円なくしたの痛いですよね、立ち直れないですよね、うん、いや、きっと出てきますよ、きっと出てきますよね、うん、何か必要な時にね、出てくるんですよ、うん、そういうのって。ちょっと磨いてみましょうか、はい、少し様子見るのにちょっと皮も剥いてみましょうか、少し
大きなこのへこんでるところが、うん、でも後ろですからね。そうね、後ろですわね、うん、ここがぶつかっちゃってんだ。ここなんか枝があったんですよこれね。で最初から取ってきゃよかったねって言ってたような気がしますね。これ取っちゃったんですね。うん、そう、うん、なんか残しといて中途半端に将来刺し枝になるかもしれないからとか言って。こっちから見れば、うん、ああこっち全然汚いな皮を少し剥いてちょっと綺麗に状況が分かるように。2時間半ぐらい実は多分動画では10分経ってるか経ってないかだと、うん、ですよね、うん、大変なんですよね。大変なんですよね。とりあえずラフィアを外しましてラフィアを外しまして、幹をですねちょっと磨いてみました、はい、やっぱここがですね、ここはとりあえずここの下がりとしてはいいと思います。いい落ち方、バチッと、うん、落ちましたね、うん、ただここにちょっと隙間が空いちゃってますよね、はい、ここに隙間空いてるってのは下がぶつかっちゃってるんですね、うん、1回だからねもうそう削った方がいいかもしれないですよね。ちょっとなんかポコってなってるから、そう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 、ここはね膨らんじゃってもうくっついちゃって、うん、いかなかったっていうのがあるんですけど、まあとりあえずここはガクンと落ちたよと、はい、いうことですね。でこの後ですねちょっとざーっと幹磨いて本当はもっと綺麗にやるといいんですけど、植え替えをしたいと思うんで、また植え替えの時はですね、なんでこの時期植え替えがいいのか、はい、という話をしたいと思うんで、とりあえずお昼休み、お昼休み、はい、ランチタイム、ランチタイムなんで1時間後にお会いしましょう。いやもう一緒なんですよ動画は動画は一緒ですとりあえず1時間後に、はい、また再開ということで、はい、はい、ということで休憩ですどうなりました、はい、1時間渡しました、はいはい、これからまだ植え替えがありますんでもうしばらく、チャンネルはそのままで植え替えなんですけど、私はだいたい3月4月じゃなくて6月やるっていうふうに、言うんですけども、まあ、なんでかって話ですね。皆さん時期をすごく気にするんだけど理屈があってやっぱりやってるんでなんでかっていうことなんですけど、このスギッパですよね。心拍の場合はどうしてもそのスギッパが出やすいっていうのがあって、スギッパは、まあ、元気な証拠って言うんですけど、根を切るから根が更新をして、葉も出るということなんで、うん、3月4月にやると、まあ、スギッパが出やすいんじゃないかと。根を切るから、根を切って更新するから葉っぱも元気になって、スギッパになるんじゃないかっていう、まあ、これは私なりの考え方で、はい、3月4月やってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、まあ、木によってはねスギッパも出ない、糸魚川の心拍なんかでもスギッパ出ないタイプがあるんで、うん、木によっても違うし、まあ、その土地土地によってもね違うんだと思うんですけど、まあ、私は6月がいいって言ってきたんですけど、もう一つは休眠期ですね、うんうん、やっぱり休眠期にやる根を処理するっていうことはやっぱり動かないですから、スギッパ防止になるんじゃないかっていうことで、今日は7月の、まあ、13日ですけど、うん、むしろもっと遅くてもいい、うんうん、7月の後半から8月真夏にやってもいいんじゃないか、五葉松夏植え替えできるみたいなこと、そう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 、うん、とかではね、それはねどっちかっていうと、まあ、近いのは長寿葉の根頭芽腫病を防止するために、うん、3月4月じゃなくて9月頃やったらいいよって、うん、あれに近いと思いますね。やっぱり多分根が3月4月にやって切って、でそこが元気になっちゃう、で病気になりやすい、うん、多分そこら辺と似てるんだと思います。五葉松は業者の方が3月4月の植え替えが忙しいんで夏でもできる、これね8月がいいわけじゃなくて、うん、8月でもできるっていう話ですよね、はい、だから心拍は一つはやっぱりそのスギッパ防止っていうことと、やっぱり3月4月忙しいんで、大体私仕事が遅れるんで、まあ、6月やってたんですけど、まあ、今日7月入ってやってみて、よければ、まあ、だん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 6月って言ってたのが7月8月までいいねというふうに、うん、まあ、植え替えの時期が広がってくるんじゃないかと思うんで、ちょっと今日はその7月の植え替えっていうやつを、7月のまあ後半になりますよっていうところでの植え替えをやってみようと、うん、一般的な適期は6月ってことですか？6月って言われてますね、言われてるし、うん、私も動画で言ってきたんですけど、夏場がいい、だから今やったら夏がいいんじゃなくて、ごめんなさい、夏がいいんではなくって休眠期にやるからいい、うん、でそれ考えると12月とか1月でもいいんじゃないかって話になってくるんですよね、はいはい、だから管理ができるんであれば12月1月でもいいよくって、
で確かに、国風店なんか2月ですから、うん、1月2月に植え替えて霜焼けしないようにハウスの中に入れて管理する、はいはいはい、ありますんで、はい、そういうことを考えると12月1月も、植え替えできるのかなって、うん、休眠期だからということですよね、はい、というふうに、思います、うん、はい、ということで、なんかもうちょっと言いたかったんだけどちょっと忘れましたけど、はい、そんな感じなんで とりあえずちょっと暑い時期にもやってみようと、はい、いうことをですね、これは山鳥の木なんで非常に植え替えはちょっと注意しなきゃいけないのであんまり根は切らずに、うん、で今はこれもそうですけどちょっとゆらゆらしてますんでもしかしたらファーファーファーって根があのがっちりこう畑の木みたいにない可能性があってで崩したらボロボロっと落ちる可能性がある、うん、でこれ砂利入ってますからそういう可能性も十分あるんでちょっとあの注意しながらですねさばいていってできるだけこう丸めて入れようかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと外しますね。で鉢の話はその後にちょっとどれくらいの鉢に入るかわからないんで何度かねあの山の木は植え替えして枯らしてるんで非常に怖いです。やっぱり切るとちょっとねこれパンパンに張ってないですよね土もね。うん、結構なんか緩そうな感じですよね。はい、植え替えなくていいじゃないかって話になっちゃいますよね。まあうまくいけば、まあ、今年のあれは無理かな。作品展はそうですね。ねもしかして元気になって葉っぱがね充実してきたら来年あたりは出すかもしれないという ね、はい、うん、少しですね植え付け角度を起こそう、はい、こんな感じで切ればいいかな、うんうん、はい、ほんの少しちょっと曲がっててもいいと思うんですね、うんうん、はい、ってことはここの下とこの上を土を落とさないといけない。はい、はい、こうですね。こっち側と下側根はどうですか。まあまあ、張ってますね。張ってますっていうのはあるありますね、うんうん、先ほど言ったようにあの畑で作ったような端根、ね、みたいなのとは違って結構こう細いというかそういう根が多いんですね。ちょっとこれあたりは少し切っちゃっていいかな。ちょっと優しめですね。うん、そうですね。ちょっとね手でやったりなんかしてね。ただ白いね根っこは草の根なんで、はい、こっちは長いな。山の木はね片根だったりするんでね、はい、気をつけないといけないんですよね。基本的に分人なんで楕円でもいいんですけど丸い鉢があるだろうということ で丸鉢に植える場合は鉢の中心に植えます。で今はこっちが根が少なくてこっちが多いんですよね。なんでこっちを、少し崩してで極力切らずにですね内側に巻き込むような形で入れたいな、うん、ちょっとだいぶ取りましたけどね。そう言いながらもこうやってるうちにこんぐらい取れちゃったんだけど、はいはい、ポロポロちょっと取れるんですけど少しこう内側に巻き込んでですね、はい、鉢の中心に収めたいなという感じです、うん、で結構砂混じりって言ってましたけど、うん、砂混じりですよね。ちょっと砂が結構入ってますよね。ある程度残すってことですか。うん、一気に変えるとやっぱり怖いんで、うん、はい、大土っていうんですかね、元の土は少し残して、うん、少しずつやっぱりこの関東のというか赤玉土に変えていくと。昔ねやっぱり関西の砂で作る結構多いんですけど、うん、やっぱり黒松なんかでも多いんですけど、例えばこうやって4分の1崩して赤玉にするとか、うん、4分の1赤玉にするとか、うん、っていうようなことを結構やったりしました。一気に変えるんじゃなくて少しずつ変えていく。こっちの話に戻りますね。はい、一応ねいくつか用意しました。色はねこういう主勢がいいんですけど、はい、こういう足が3本の場合は結構安定性が良くないんですね。で特に私のやつは落下するんですよ、棚から、うん、なぜか起きすぎですよ起きすぎ分人がまあ多いっていうのがそうあります、ね、ちょっと大きさもねいろいろあってこんなのとかこれはね意外と私好きなんですけど、いわゆる南蛮に近いよう な粗い目でいいですよね。これね非常にこういうのは、ね、もう落下いらないんです。こういう昔の古い鉢みたいな鉢ですね。これは先ほど言った足が3つなんで安定性が良くないよ、うん、ただ色はこういう赤い鉢がいいよ。でベストはねこれなんですよね。見せちゃおうかな。うわすごそう。なんかこれねこれはあ、例の、うん、
例のですね、愛玩老人ってやつなんですけど、はいはい、なんか文字書いてあるんですよね、どっかに、うん、そう、これは本当の中国の古い鉢、うん、もうあの金額で言うと全然桁違いのやつですね、こういうあの赤い鉢で、まさしくこういうのが一番合うんですけど、ちょっと大きいんですね、ちょっと今回は大きいだろうということで、これはとりあえず大事に見せびらかしただけです。はい、コレクションで文字のところも取らせてもらえる。ああ、そうかこれはなんかあのメーカーというよりは、メーカーというか楽観というよりはやっぱり、うん、あの言葉の中の文章なんですね。で通称愛玩老人。そうですね。で楽観も何種類かあるってね、あの青木さんなんかも研究されてて、これはなかなか珍しいやつですよって、うん、いうことで、まあ、社長も本物だと言ってたやつですね。古さがなんかね、全然違うというか、あ、違いますよね、乗ってる感じしますよね。見るからにね、形もかわいい、足かわいいね。そう、まあ、そうなんですよね。で、ちょっとこっちの端に戻すと、いわゆる南蛮というやつですね。ここら辺がみんな南蛮ですよね。南蛮で、赤い鉢もいいんですけど、これは、良さそうに見えて多分安いです。重いですし、落下も分かんないですけど、これは多分安い鉢なんですよね、で、これがいわゆる南蛮と言われる、よく売っているやつですね。売ってるやつというか、よく南蛮、一般的にこういうのがよく使います。南蛮、ネットでもね、昔よく売ってたんですけどね。どうだろう、いくらぐらいするのかな。1万円ぐらいするんですかね、こういう南蛮鉢ですね。で、南蛮というのはあの亀の蓋です。亀のこう蓋を昔中国で使ってたのを、後穴って言って、後から穴を開けて、だからこういうあれが、こちらがここ開けますからね、ちょっとこういう傷になったりするんですけど、後穴ですよね。そういうものが南蛮ですね。で、これもだからいわゆる南蛮ですよね、はい、南蛮の一種だと思います。これは入ればこの大きさでもいいんですけど、これは商船のこれのひょうたんの、割とあの山脇さんの中では人気あるんですけどね、このひょうたんは。山脇さん、商船山脇、はい、商船松泉って書いてあると思います。あ、それ山脇のシールか。商船ですね、ここは山脇のシールですよね。商船鉢ってやつですかね。山脇っていうか商船って言った方がいいかもしれないですよね、はい、で、これはちょっと内緒の南蛮です。大好きな作家さんじゃないんですけどね、大好きなあの南蛮です、はい、だからこれ入ればこれでもいいかもしれない、はい、これだったらもう飾れる、これとかこれだったら飾れますね、はい、はい、ということでちょっと合わせていきたいと思います。本当はね、こういうの深くていいんですよね。安心ですよね、そのぐらいのが。ああ、いいんじゃないですか。これでもいいですね。飾るとちょっと大きいかもしれないですけど、ね、でも根のこと渋さとしてはいいですね。これ、あ、これも入りますね。中心に真ん中に入るかっていうと、そうですね。ちょっと崩さないと。ちょっとね、浅いかもしれないですね。これはちょっと厳しいですね。これも厳しいですね。あ、これも合うてば合いますね。ちょっとこれかこれだ。浅いかな。意外とこれは面白いかもしれないですね。これ説明しようか。まあね、細くて文人なんで浅くてもいいんですけど、ちょっと根もこれ以上あんまり、処理したくないんで、とりあえず今回これに入れます。はい、はい、ということで、準備をしたいと思います。で、これは、こっちが大きいんで、できるだけ巻き込んで、できるだけ中心に来るように。もうちょっと崩すかな、もうちょっと ね、 そうですね、真ん中に入らなそうですね。で、土はですね、赤玉と桐生と、あとヒューガって入れてます、で、割とね、心拍とかはあのそういう砂系、だこれがまさしく砂ですけど、砂系っていうのは結構好む、やっぱり水はけのいい土がいいです、あ、それとあのもうちょっと大事な話は、はい、やっぱりね、あの日当たり、杉っぱの話に戻りますけど、杉っぱはね、日当たりが弱いとなりますね。私が茨城で単身やってる時に、ほとんど実は茨城に持ってたんです、心拍は、はい、だけど日当たりがやっぱりあんまり良くなくて、当たるんですけどあんまり良くなくて、で、その結果、まあ、ほとんど杉っぱになりました、で当時に来て、今だいぶ回復してますね。なるほど、はい、杉葉対策としてですね、で、ここはほぼ中央に、そう、はい、すごいですよね、今日は杉葉のあの木どうなったシリーズと言いながらも、杉葉の話とかね、盆栽用語の話とかね、いろいろためになる話を
自分で言う自分で言って自画自賛ってやつでね、うん、幸せな性格だと思いますよ私、うん、面白いですもんねやっぱヒューマさんの動画。いやいやいやもう楽しく、でも楽しくね、うん、やっぱりやれてねこの動画を見て楽しいなって言ってくれる人結構いるんでね、うん、少し前傾でもいいですよね。うんいいですね、うん、ちょっと前傾すぎるかもしれないけどこの辺はスチュー入れて調節と、うん、そうですね。確かに私なんか途中で言葉途切れますね。そうですね、そこをいつも Q さんにフォローしてもらってる感じです、うん、編集がつながらなくなるからなくなるからこれは炭を入れたスペシャルブレンド。炭貫禄あったかな。まあいいか。一応炭入ってるの分かりますかね。こういうね炭が入ってます。はい入ってます。なんかね、当時のやつの方がちょっと砂が多いんで、キューズナが多いんでちょっと拝借して混ぜますね。ヒューガが入ってた気がする。ヒューガ、あ、やっぱりね、ヒューガいいんですって、うん、やっぱり炭田区のところこの辺の炭田区のはい、土をこぼしてないですよね。え、土をこぼしてない。貴重な土を卓越したりとか、まあちょっと、まあ、貧乏症なんでね土一粒でも落とさないように、はい、この辺はまだまだ土入りますね。お、根っこは巻き込んで巻き込んで、はい、はい、あ、こぼした、こぼした、こぼした、ちょっと水やりを、水やりをしましょう、はい、しましょう、はい、優しいお水を。反対側から。とりあえず、うん、あるあれだけ苔だけちょっと貼りますか。うん、ということで、一応植え替え回りました。お水をね、ちょっと葉っぱもかけたんですけど、心拍は割と、葉水好きなんで、夜とかね、葉水あげてたりなんかすると、いいってよく言われますね。そういう地方にね、生息してるんで。で、今日は、あの木どうなったシリーズということで、まずはここですね、ここの落ちが、きちんと落ちたよ。はい。で、枯れるかなって言ってた枝も枯れずに元気になったんで、うん、剪定と、それから植え替えまでしちゃったと。はい、ということで、まあ心拍のね、杉葉の話も少し交えながらお送りしましたということで、まあ、7月なんでね、先ほど言ったように8月もいいんじゃないかということなんで、まあ、だんだんこれ時期を伸ばしていってですね、植え替えの時期を少し幅広く、まあ、時期ができるよということを言えば、まあ、皆さん趣味家の方もたくさんね、やりやすくなってくるかなと思うんで、はい、ますますチャレンジをしていきたいと。植え替えの時期についてもですね、うん、はい、というふうに考えます。でもなんか柔らかな木に、ね、柔らかな鉢と、うん、あえていいんじゃないですかね、このなんかね、この感じが、うん、浅い鉢もね、いいんですけどね、これ、うん、ちょっとこんな感じで、まあ南蛮鉢でいいんじゃないですかね。いいですよ ね。で、あえてこう針金でビチッとかけないで、うん、ふんわかふんわかちょっと作ってみたっていうことで、で、はい、去年の動画と比べると、うん、一昨年か、うん、の動画に比べると、うん、こっちの流れと逆の返しの枝もかなり、あ、これ辺ですか、うん、充実してきて、うん、そうですね、バランスも良くなった。そうですね、こっちはね、何もないんですけどね、だからこっちは少しもうちょっとね、下ろしてもいいですし、うん、まあ、あとはだから棚がやっぱり全部揃わないように、これ一番下に下げて、その次がこれがあって、で、その上にこれがあって、はい、で、これもね、下にもうこれちょっと多いんで、2つぐらいにこう棚を開けた方がいいと思うんですけど ね、ちょっと抜け枝もあると思いますけど、とりあえず元気つけて、また、葉を充実させてですね、棚をね、こう作っていけばいいかなというふうに思います。ちょっと今年の展示会はちょっと間に合わないです ね、まあ、来年あたりもし出せればね、うん、ぐっと落ち着いてきて、はい、針金じゃあかけるぐらい。そうですね、針金かけて、だからあともう一回ね、シャリをですね、溶合剤塗って幹をもっときれいに、ちょっと今まだらになっちゃってるんでね、はい、丁寧にやってないですけど、それやれば来年にはもう飾れそう、うん、飾れるかもしれないですね、いい感じですかね、はいはい、もしかしたらもう一回小さい鉢やるかもしれないですね、これでね、一回ちょっと大きめの鉢やったんで、ということで、ぜひ夏の植え替えチャレンジしてみていただければと
というふうに思います、うん、またリクエストあります、まあ、リクエスト、うん、で例えば動画の URL かなんか貼ってこれるとわかりやすいかな、ね、はい、なんかありますね、あれ見たいとかっていうのはね、なんかリクエストあれば、リクエストあれば、はい、こちらの方にお便りをはがきでということで今日は心拍の、植え替え、さあの日どうなったシリーズでお届けしました。はい、いいねボタンとチャンネル登録と何でしたっけ、あのメンバーシップそれ大事ですね、メンバーシップぜひお願いします。ありがとうございました。あ、今日韓国語はない、あ、今日は、はい、練習してきます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。あ、そうだ、そうそう、さっきそう言いかけたそのスギッパっていう、なんかその盆栽用語かなって、一般用語じゃないというか、普通スギ派じゃないですか、漢字で書けば、うん、パなんてね、うん、あんまり言わない、そうそうそう、それをさっきそう思って、でそれを思うとよくね、樹木の樹に勢いって書いて樹勢じゃないですか、漢字、うん、あれを規制っていう人結構いるんですよ。いるんですよね、うん、でそれこそ籠宮さんっていう名前出しちゃっていいか分かんないけど、ベテラン愛好家さんは結構使って今ね、規制が乗んないとか、うん、あの規制が落ちるとか、うん、そういう言い方を結構言うんだけど、それってなんかこう盆栽の人ならではの言い回しかなっていう気がしてます、うん、どっちが正しいかもよく分かんない、分かんない、ただ漢字で言うとやっぱり樹勢なんですよね。でも木とも読めますね。あ、木とも読めるんだけど、ではそういう言葉があるかって話ですよね、うん、そうだからさっきの杉葉と杉葉、杉葉の話で、本来は杉葉だったり杉葉だったりする。で前も言ったけど、あの しゃべりながらやると絶対取らなきゃいけないんですね。これやるとカットできなくなる。カットできないんですよ。じゃあそっか。重要な話なら。重要な話ならね。大丈夫ですけど。大丈夫。あ、じゃあ、あの食の話って前したかもしれないんですけど。食？食、うん、食って盆栽の場合は、宅と書いて食っていうじゃないですか、木を飾る台のことを、あの、じゃあごめんなさい、続いてますか話、話がその言葉、そう、あ、やめます、話続いてるんだとすればさっきのも全部使いますけど、あ、だったらさっきの完結させた方がいいんだって思った、ね、そうか、じゃあね、やっぱりその盆栽言葉の話、はい、完結しましょう、はい、あの使っても使わなくても、いや、ここやってるから使わざるを得ないんですよっていう話をしてる、そうか、じゃあどうしよう、じゃあ言葉だけ喋りましょうか、そうしましょう、しましょう、はい、じゃあ盆栽用語としてスギッパだとか、うん、樹勢のことを規制と呼んだりとかって、はい、食ですよね、宅と書いて食っていう、うんうん、あの盆栽を飾るときにやる木の台のことを言いますね、食っていうんですね、だけど字は漢字は宅なんですよね、うん、で例えば私なんかここ来たばっかりの時に知らずに宅って言ったんですよね、うんうん、この宅はって、はい、でも言って宅って書くけど食なんだよってバカにされて、やっぱり先輩方から、うん、バカにされてるとまだペーペーだったから、うん、で食って言うんだよって言って勉強になりましたって、で確かにあの例えばこういう、県外の木なんかを飾るのは高食って言うんだり、今度は高食って言うんだり、同じ、うん、食は合ってるんだけど、高食って言ったり高食って言ったり、中食って言ったり長食って言ったり、そういうのは音読み訓読みを両方使い分けたりするんですね、うん、で今度その食もさっきその宅って言われて笑われたって言ったんですけど、プロの方で宅っていう方もいるんですよ。いますね、この宅はって、それがまたかっこいいんですよ。普通みんな食って、我々一般人は食って言うんだけど、あのこの宅はっていうのがあえてそのプロでだから宅と呼ぶような、そういうちょっとやっぱりまとまらないですよね、話が。そういうまあいろんなあの呼び方あるよっていう。そうですね。うん、ということで、かっこいいんだ結局。かっこいいんだ。かっこいい話だった。かっこいい人が言えばかっこいいんだって話。あ、だからタクってね言う人も言って、それもいいんじゃないのって。規制受精。規制受精。食タク。そう。でさっき言ったスギッパ。スギッパ。ね、スギ、本当はスギハとかスギパなんだけど、スギッパとか握りっぺとか言うよっていう。これぐらいで終わりにしましょうか。はい、すいません、はい、また来週。また来週、はい。はい、で、はい。